僕らが止めるって何ですかって聞かれた時は必ずもう即答できるぐらいじゃないと、うん、やっぱり自分の頭の中に入ってないかなっていうのもありますし、僕は流れっていうか、もう一人一人見て、チームもそれぞれ違うと思いますし、それぞれの特徴だったりとかも違うと思うんで、まずはやっぱり止めると、あとは蹴る、運ぶのところは一番最初に選手にも伝わるように指導をしているところですね。試合出ていただいてたじゃないですか。あ、はい、そうです。で、すっごい見てくれてるってちょっと聞いてて、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。あの TCA の動画を指導にどうやって活かしてるのか、はい、どっちかっていうとメニューに目が行きがちかなと。メニューというよりかは小林コーチだったり山田コーチが伝えてる言葉